ってありがとうございます。このバスは鳴子高下経由新宿駅西口行きでございます。次は東高円寺駅前、東高円寺駅前でございます。地元で創業68年、ダイエット、生活習慣病、アレルギー、お気軽にご相談ください。詳しくは薬のイソップで検索。町の保健室、薬のイソップはこちらが便利です。お客様にお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定をして通話はご遠慮ください。次は東高円寺駅前でございます。次は高円寺南1丁目、高円寺南1丁目でございます。お客様にお願いいたします。バスの出現直後の横断、駆け込み乗車は危険ですのでおやめください。次は高円寺南1丁目でございます。発車します。お座りください。次は中野天神前、中野天神前でございます。お客様にお願いいたします。車内での5000円、1万円の両替はできません。あらかじめ小銭、千円札、またはパスモ、スイカをご用意ください。次は中野天神前でございます。次は本町6丁目、本町6丁目でございます。次は新中野駅前、新中野駅前、頭と体のクリニカ、カレナカ脳神経外科前でございます。中野診察所へお入れの方はこちらが便利です。お客様にお願いいたします。定期券などは料金費より高い位置で乗務員に見えるようにはっきりとお見せくださいますようお願いいたします。次は新中野駅前でございます。次は鍋屋横丁、鍋屋横丁でございます。東京都からのお知らせです。振り込め詐欺に注意してください。犯人からの特定の電話に応用しないよう家族の合言葉を付けておきましょう。次は鍋屋横丁でございます。次は本庁3丁目、本庁3丁目、二足首131年、まぐらさん人前でございます。次は高専寺前、高専寺前でございます。次は中野坂上でございます。人体の前までお父さんの方からこっちに出席工程を取っている方はこちらで用意ください。ご縁下に応援のご利用の方はお取り替えです。中野警察署からのお願いです。この青梅街道は横断歩道以外の場所では渡れません。発車します。お座りください。次は鳴子坂下でございます。お客様にお願いいたします。申告中バスが揺れますので、お立ちの方はお手近の手すり、つり革などにお座りください。次は鳴子坂下でございます。次止まります。扉が開くまでそのままでお待ちください。東京理大病院前、東京理大病院前、腰、首、膝の治療、気軽に力を入れているクリニックです。本の研修医は大会臨時でございます。500円の小学生全日乗車券は、バスを自社で購入すると乗車時に関して付くだけ、便利でお得な乗車券です。ご乗車の際、乗
どなた様もお忘れ物のございませんようご注意願います。